今日披露できる範囲で一つ技を教えていただきたいんですけれども、今日はどの技を？飛び込み面です。ありがとうございます。ではですね、じゃあ実際に、ハウス先生がやられている飛び込み面を今の実演でやってみていただいてよろしいでしょうか。今見てたら足をついで打つっていうよりかは、ああそうですね、はい、ずっと一足一刀の前で一歩でって教わってて、それが多分身についてます。なるほど。じゃあせめて相手崩れたとこ打つとかじゃなくて、もう遠間からいつでも打てる体勢で。そうですね、ほとんど、はい、はい。じゃあご自身が考えられる今の飛び込み面のポイントについて教えていただけますでしょうか。はい、私はなるべくこのおへそと左手がの位置っていうのがこう前後しないように、足を使って、で相手が動いたらこのまま飛ぶっていう感じで、はい、ここが動いてしまうとどうしても定位置になってしまうので、ここが変わらないようにこう足で攻めて、相手が動いたらこう打ってます。なるほど。左拳と、はい、とおへそ、はい、は常に意識して、はい、で相手が攻めてきたり下がったりしても、その あんまり前後左右しないようにされてるって意味ですかね。まあそうですね、なるべく左手の位置はこう中心から離れないようにはもちろんなんですけど、こう真ん中と、この位置がこう変わらないようにしてます。まあ、相手が動いたりしても基本的にこの位置は変えないように。足だけでそこは、動いてあれ。他にも何かありますか、ポイントとしてというか。あとは、まあ引かないでこう左拳を中心としてなぞる感じで真ん中を行ってます。なるほど。面金をなぞるようなイメージですか。まあ、軌道としては相手の竹刀の上を通って、もうこのままがずれないでいく感じです。こう上げたり下がったりしないで、この一直線のままこう行きます。最短で。はい。はい。ちなみにこの技はどんな相手に対してどういうタイミングで出すような技なんでしょうか。まあ相手の振りが大きかったりとか、自分は逆に近間が苦手なんで、こう遠間で勝負して相手がこう一歩入ってきたりした時にもう思い切って行ったりとか、面小手に来た時にこう小手に負けない速さでこう常に乗っといて行くとか、あとは担いできた相手とかにはこうもうまっすぐこう線を取っていく形でやってます。なるほど。それはあれですかね、やっぱり試合やっていく中でこういう担ぐ癖があるのとかっていうのは、あ、そうですね、相手の癖を見て、はい、そこはこう出頭が狙えるなっていう時に出すような技っていうイメージですかね。なるほど。構え方なんですけれども、今左拳の位置とかを教えていただいたんですけど、結構選手によって剣線を
相手の目につけたりとか、いろいろ工夫されてる方はいると思うんですけど、パワー選手はどのあたりにつけるのを意識されるか。こう、位置はないんですけど、こう、常に相手の構えてる上に乗るイメージで、こう、V ではなく、相手の上を常に乗る。表も裏も、どちらにせよ、こう、乗ってる形で、制してかこう打つみたいな形でやってます。あの剣線がどの延長線上にどこに当たるかっていうのはそんな意識してなくて、はい、常にもう相手の上って感じ。なるほど。で、遠間から打つことが結構飛距離の問題とかで難しいって思われる選手もいると思うんですけども、遠間からあの飛び込み面を打つときにどういうことをあの意識すると、遠間から面が打てるようになったりしますでしょうか。まあ、日陰の問題とか、かかとの上げ方、重心の上げ方とか、いろいろあるのかもしれない。何ですかね。自分はもうずっと、あの、小学校の時から、実際相手としてやってて、どのように感じますか。その一歩入ったらすぐに打てそうとかです、相手として感じられることなんかあったりしますか。自分だったら結構近場に入るから、その入る前にこう打ってくるっていうのがすごい近場に入る選手としては嫌かなって思います。で、実際ちょっと入っただけでもうすぐ来るんじゃないかっていうのが結構怖さにつながってる。ちなみにこういう解説者のような近場の得意な選手と対戦されることもあると思うんですけど、はい、そういった時というのはご自身の得意な場合で、まあ、試合展開するというのは何か意識しているのとかありますか。まあ、無理にそのここで勝負しようとしなくても、まあ、自分がよく中学校とか取ってた時はこう引き技から相手が避けられて、相手がこう飛んでくるところに合わせても合わせていったりとか、こう自分が得意なところに持っていけるようにしてました。はい。まあ、その前提に作りを早くっていうのを置いて、常に相手より先に攻める、作りを早くするっていうのを意識してました。はい。その止まった状態からだけではなくて、動きの中からでも、はい、ご自身が有利な状況。はい、では作る意識をされる、はい、そんなイメージです。